ということで、ここからはですね、皆さんお待ちかねのパネルで紹介のコーナーです。イエーイ。はい、ということで、ここにですね、メモリアを印字したパネルがありますので、今回は4種類見ていきたいと思います。はい、じゃあまずミディアムからいきますか。はい、はい、まずはこちら、でん、戦場を切り裂く閃光、ミディアム。うわー、やべー、あらー、かわいいですね。いいですね。いいですね。いや、まずね、ほら、あの、なんといっても今回は高評価のこのゴーグルですよ。あら、ねえ、かわいいのよ、これ、ね、アイテムとしても入りましたから、高評価ゴーグル、ね、これもチャーム成功しまくりますね。ほんとありがたいですね。はい、チャームの強化も成功できる、高評価ゴーグル、これが特にお気に入りポイントですね。はい、あと、こう見ていきますと、あ、どこに行くんだ、なんと健康そうな膝でしょうか。膝、膝、膝小僧がね、膝小僧がここに、ね、指が届かない、ね、これね、ほら、ね、丸くてね、健康そう。そうですね、若々しい膝、若々しい膝してますよ。足腰大事ですから、膝は大事ですから、足腰は大事ですよ。膝消耗品ですから、コメント膝膝膝って言われてるよ。まさかこのイラストで膝に注目されるとはね。丸みがあってね、かわいいね。まあ、フェーズトランセンデスは特にね、こう腰を入れてね、そうね、グッてやるからね、力必要ですから、足腰大事だから、踏ん張んなきゃいけないから。膝、はい、なるほど。ではでは、膝に注目して、続いてますかね。はい、じゃ続いてふみちゃんは、はい、私にできること、ふみ、はい、でん、はここかな、ここかな、あ、ここだ。あ、やべえ、もうこれはね、もう見てほしいところありすぎて、どっから行こう。ちょっと髪もさ、全体的にショートカット目だもんね。うん、だからなんか少年っぽい感じに見えるね。そうそうそう、少年っぽい服装、かわいいね。ねーつって、こう降りていったらね、なんかちょっとすごくセクシーな。あら、やだ。やだ。あら、そうなんですよ。コメントは、あら、あら、太もも、太ももってなってる。あら、これはお尻ですかって聞かれてる。これはお尻。お尻って書かれてる。お尻、どっちだこれは。変えてた、お尻。これは、境界線ですね。ちょうどギリお尻じゃないかもですね。確かに、色の付け方はちょっと、ちょうどちょっと怪しい。確かに、確かに。ちょっとピンク味ありますけど。ちょっとピンク味出てきてる。いや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 。っていうね。ギリセーフって言ってますね。ギリセーフです、ギリセーフです。かっこいい。めっちゃ戦えそうだもん、だってこのイラストだけ見ると。ねえ。だけ見ると。すごい、すごい、かっこいいですね、って感じです。はい、はい、そして、そして続いて楓さんです。こちら、はい、じゃじゃーん、はーい、やらー、わー、美しいわ、美しい。ということで、こちらのタイトルは一流の戦い。あ、一流だわ、一流ですよ、ですね、そしてね、まあ、皆さんもお気づきのこの太ももですね。みんながみんなこの何絶対領域なところがまた素晴らしいよね。素晴らしい、ね、みんなニーハイなのよ。いや、本当。しかもこのスカートの躍動感が、ね、いいですね。いいよ。あと、この今画面に映ってる左上がなんとも軽やかなのに重力を感じますね。なるほど、なるほど、哲学ですね。全ては言いません、皆までは言いませんよ、ね、重さなのに軽そうってことですね。確かに、本当ですね。ちょっとこの重力を感じて線が見えるというか、カメラマンさんが全てを物語ってくれてますよ。この感じさん好きすぎて、私ゲーム の、 あの戦いのシーンでさ、出てくるじゃん、ストーリーでスクショしたもん。やば、スクショしたの、やばい、嬉しい。ガチなやつ、かっこいい、いいですね。素敵、私も手に入れたいですね。いいです。はい、はい、じゃあ、3月のイベントといえばですね、ホワイトデーです、皆さん、うんうんうん、ホワイトデーでございますので、はい、こちらの画像をご覧ください。ラスバレでも3月12日よりホワイトデーキャンペーン開催しております。報酬の子は可愛いね、美味しそう、手作りクッキー集めてホワイトデー限定のメモリアゲットしてくださいね。限定のメモリアはなんと新登場のへへーリリとユユのカップリングメモリアです。可愛い、可愛いね。はい、そんなカップリングメモリアカードをですね、ちょっとパネルでご用意させていただきましたので、見てほしいな、こちらです、どーん。いや、かわいい、いいですね、キラキラしてるよ、ねえ、出ちゃってるよ。このリリの無邪気な笑顔がたまりませんわね、うん、
でもさ、でもさ、お姉様のさ、ちょっと照れた笑顔もすごい素敵なの。ねー、ちょっと頬を染めて、あらあら、あなたたちちょっと二人の世界ですね。あなたたち二人さ、いつまで経ってもういういしいよね、本当に。ね、なんなんだろうね。ね、マンネリ来ないのかな。で、マンネリ来なさそうだよね。倦怠期なし。ないよね、なんかね、ないんだろうね。うわー、いい二人だ。守りたいこの笑顔。今回は太ももないんですかっていうコメントがあるんですけど、いつもは太ももで盛り上がってるんですか。そう、そう、太ももギリギリのところまで見せてくれるじゃん。あら、今回はね、ちょっとね、もうそういうのじゃないので、そういうのじゃないので、聖域だから。ここ聖域なので、そうなんです、皆さんクッキーを見てくださいね。はい、ということでね、はい、続いてはですね、また別の紹介したいと思います。こちらのガチャで新登場の星5メモリアパネルもね、こちらでご紹介していきたいと思います、まずは1枚目こちら。はい、はい、ビリです。いいですね。これさ、あのさ、ラスバレーがさ、リリースされる前もさ、めっちゃさ、見たけどさ、こんな、ねえ、早いってアップするの。早いですよ。早い。ちょっと、そう、今エモい話してたんだから、エモい話してるんだから、やっと出てきてくれたんだねっていう話をしてるのに、そうやっとこんなのアップできる。またちょっと入って、やっぱいいよね、この肌色って。やっぱいいよね、やっぱいいよね。本当にギリギリだもんね。本当にギリギリ、ねえ、そそられますわ。ちょっとお姉さまが黙ってないですよ。ごめんなさい。これお姉さまチェック通したのかなっていうね。お姉さま NG が出ると思う。ごめんなさい、お姉さま、ごめんなさいね、こんなリリーちょっとはしゃいちゃいまして。誰がこんな風吹かしたの、ちょっと。楓さんじゃない。この辺で楓さんがめっちゃうちわで仰いでる。でっかい扇風機。そう、でっかい扇風機。ボーンって。グランギニョルの財力ですごい。やってんな。やってんな。いいですね、かわいい。太もも抜きにしても本当にかわいいので、ぜひゲットしてください。そして、はい、ほいで、また次もあるんですよね、こちらよ、じゃん。ついに画面の中にまで入ってきました。あらららら、はい、かいてさん、ちょっと風を吹かすだけじゃ物足りなくって、触らない、触れに行きます。早いんだよな、だから早いんだ、太ももに行くのが早いのよね。リリ触ってる？いや、触らせに行ってんだって。なるほどね、触らせられてるのか。そう、あの角度調整がすごいんだと思う。ちょっと、ね、リリさん、ちょっと手を伸ばしていただいて、ちょっと、当たってますわぐらいの感じにしてんだと思うな。なるほどね、本当に。リリびっくりしちゃってる。びっくりするよ、そんなもん。あー、これでさ、みたいな感じになってる。足湯だぞ、ただの。やめていただきてえな。セクハラよ。本当にセクハラよ。お姉様が黙ってない。黙ってないわ。カズさんもきっと怒る。怒るわ。多方面に怒る。まあでもね、幸せそうな日常の一面だね。そうだ、幸せですね。幸せですね。彼女はとっても。そうなんですよ。いいじゃない。いや本当に絵が美しすぎて騙されるけど、結構なシチュエーションよこれ。結構なやつよ。結構なやつ。私麻痺してたわ。ずっと毎回太ももばっかり見させられてたから。あなた舞台でもアニメでもアプリでもこんなんだからちょっと麻痺したでしょ。麻痺した、とっても麻痺した。結構なことよ。そうだったんだ、あの舞台で初めて楓さんがそういうキャラって判明した時の湧き方すごかったからね。お尻触るんだ。このお嬢様お尻触るんだっていう湧き方をしてたけど、みんな慣れてますからね。麻痺ってたわ。すごいんですよ、この人。ありがとう、教えてくれて。ちょっとね、今一度この人やばいんだということをお見知りおきしつつ、ね、手に入れてみてください ね、まあ、いいやつではあるからね。いいやつですからね、はい。ではここから、皆さんお待ちかねのですね、パネルで紹介のコーナーがございます。やったー。はーい、みんなでね、かわいいメモリアちゃんを、紹介していこうと思います。今回はですね、たっぷり6種類、はい、6種類お見せしていきたいと思います。はい、すごいね、やっぱり皆さん太ももコーナーって呼んでるんですね。太ももコーナー、なんだろうな、何のことだろうな、何だろうな、何だろうな、じゃあ早速いっちゃいますか。はい、はい、ということでまずはこちら、ひめひめオンザステージ、ドン。かわいい、かわいい。この姫香って大好き。いやもう個人的に、この姫香の推しポイントはこうアイドル衣装でね、すごいフリフリで可愛いじゃない、可愛いんだけど表情がめちゃくちゃ凛々しくて、キリッとしてて、
ね、髪の毛のなんか流れ方とかその行くぞみたいな、うん、華やかな感じだよね。そうだからすごい可愛らしいアイドルっていう設定ではあるんですけど、うん、なんかすごいこの一枚で姫香のちょっと強さが出てる、うんうんイラストだなって思うのでめちゃくちゃ大好き。前回さ髪をさ下ろしてた姫姫のさ、うん、メモリあったじゃん。あれそうあれもすごい欲しかったし出なかったんだけど、うん、でもあの姫姫をさ見た後にさ、うん、この完成した姫姫はエモすぎる。エモいです、うん、ありがとうございます公式さん。すごいあまねちゃんがあのゲットできなかったって言ったらおーってうちのいいですね。こちらのホームステージはですねイベントクリアでゲットできるメモリアカードになっていますのでね、皆さんまだクリアしてないよって方はぜひイベントの方クリアしてみてください。お願いします。いきます。じゃん。お光り輝くステージですね、うん、こちらです。もう光の先に行きたくなるこのね、なんだろうこの私の推しポイントこれここ開かない。このなんだろう優雅さ、うん、そして私気づいたんですけど、うん、これさ、一人一人ちょっと色が違うと思うんですけど、そう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 、これってあれなのかな、なんかそれぞれの、まあ、アイドル特有のカラー的な感じなのかな。おお、まあ、単純にまあちょっとね、衣装はお揃いだけどここでちょっとね、みんなちょっと違う色のお花をつけてるんですね。うん、これは誰に手を差し伸べているんだろう ね、 ね、 ね、誰なんだろう、確かに誰なんだろう、私かな、私かな、いや私かな、私かな、いや私かな、目当たの私だから目当たの私だから、目当たの私だから、はい、はい、そしてお次はですね、うん、はい、ハッピングハッピーシューティングスターでございます。こちらです。綺麗、綺麗、かっこいい、ね、みんな、うん、お待ちかねの太ももが見えるよ。あおおおちょっとダメだ、ちょっとカメラさん、カメラさん危ない、高校生に何をするんですか。何やってるんですか。何を持たせてダメですよ、そんなちょっとよ、もうここちょっとばかりにちょっと危ないわよ、ちょっと危ないわおちょっとどちらにせよ、どちらにせよ意味なかった、意味なかった、うん、はい、まあ、このイラストの私の特に好きなポイントはこのあかり片目からちょっとあ本当ね、なんかいい感じテロってしてる、テロってして、なんだろうこのかっこいいね、かっこいい、これめっちゃかっこよくない、やばくないですか、めちゃくちゃかっこいい、ね、これはすごい見た時にあの私、うん、あのそのさっき、うん流れた動画見た時に、うん、あの最初の姫姫オンザステージもなんですけど、うん、おおって言って、うん、であのおおっもうあの動画のあのアフレコの時点でおおきてやべえおたね愛が溢れちゃったんだね、すっごい愛を溢れてしまって、これこのあの明かりのイラストを見た時はもう私あの中二病心がくすぐられてしまいまして、こういうの好き、いやもう大好き、わかるよ大好きです、もう左目だもんね、左目だもんねって思って、うん、はい、一押しポイントでした、そして続いて4つ目、アイドルリリースマイルということでこちらです。ドーン、じゃじゃーん、かわいい、こちらは姫香とあかりの、はい、イラストになっております。いいペアだね、かわいいね、なんかやっぱこの2人見るとすごい落ち着く私もね、ピーちゃんなんか好きなポイントとかあるの。いやそう、私グランエプレの武器がすごい好きで、うん、あ嬉しい、ごっついじゃん、ごっついですね、そう、一つ柳で結構剣みたいな形とかが多いんだけど、うん、細めのこのごつさ、うんね、メカメカしい感じをみんなが持ってるの、ね、すっごい好きなんだ、なんかギャップ萌えだよね、これを可愛い女の子がもうぶん回してる感じいいよね、よいくすぐらい、あかり衣装にユニコーンいるんですよね、スカートのところに、おお、カメラさん抜けますか、あ、こうなった、そうなんですよ、細かい、すごい可愛い、ね、ノールックで合わせられるこの技術、足はいいんですよ、ほらほら足はいいんですよ、ちょっとほらかわいい、はい、そしてですね、お次はこちら、はい、姫香を、あ、これ振り仮名振り忘れちゃった、なんだったっけ、おなんて読むと思う、おび、なんだっけ、脅かすだったかな、お、あ、よかった、よかった、頭いい、頭いい、今、
どら焼きあげちゃう2つの申請、うん、はい、はい、これトッキーとねあかりなんですけど背中合わせやっぱアイドルといったら背中合わせなんですよ、うんうんうん、確かにこれはねエモエモですし、うんうん、なんといってもトッキーがですねポニーテールしてるんですよね、うんうん、ねかわいいよねめっちゃこれがもうやばいみたいなポニーテ好きポニーテ大好きツインテールどっちが好きツインテールツインテールだよツインテールがキミヒメツインテールの方がはい、失礼しました。サダモリが出てしまいました。失礼しました。サダモリはいないんだけどな。はい、はい、ということで、では次の、紹介したいと思います。こちらです。じゃん。アイドルリリーを捕まえて。あら、良いです。良いです。尊さしかないんですけど、うんうん、もう結構私やっぱこの、この背中分かれます？これここカメラマンさんの熱意を感じる、うん、そしてこのさ私さやっぱこれパネルだからこそできるんですけどさこうやってこう背中をこう触れちゃうんですよ、ね、あーいい触りたいねもう素晴らしいかねちゃんの背中を触れちゃうんですよこら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 そうなんですよいやーこれいやマジ尊いな多分こう、うん、なんだろう背中のねチャックをこう上げてあげてるんでしょうけども、うんうんうん、あとね下のこの化粧品だったりとか、ね、コスメがすごい細かいそう、ね、そうなの結構なんか実はこれ女子あるあるで、うん、あこのリップっぽいの持ってるみたいな ねそう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 、うん、そうあのこのリップあってねあそう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 なんだあれはあのリップだみたいなのがちょっと結構わかるところがたくさんあってそう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 確かにそうなんかね見どころがなんか絶対この部屋いい匂いすると思うんだあ間違いない確かにそうだね間違いない、ね、もう石鹸の香りとかいい匂いしそう、うん、フローラルの香りすると思うんだ僕は、うん、そう思う僕は僕は僕はそう思うと思うんだよね僕はそう思う僕はそう思うよだよな僕はそう思うよ僕はそう思うよ心の叫び心の叫びがねはい出てますけどもでございます、はい、かわいいということですね、はい、なんと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 ここではですね皆さんお待ちかねのパネルで紹介したいと思いますこれがヘルボルのちょっとテンション感なんで慣れてもらっていいですかすいません、ね、見てる皆さん大丈夫かなすいませんびっくりしないでくださいいつもの我々平常なんですこれがすいません平常はいということでみんなで可愛いメモリアちゃんたちをめでちゃいましょう、うん、今回はなんと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 よいしょなんとなんとよいしょなんとたっぷり6種類もお見せしますいいということでですねまずはじゃあカズハからはい、行こうか急に落ち着いちゃったすごいなんかさ雑な振りやめてもらっていいちゃんと振ってもらっていいあの自分だけ盛り上がるからじゃじゃんこちらです突き通す新年の剣でーすかっこいいよかっこいいこれカズハがこうね戦ってて実はカズハまだチャーム持ってない、うんうん、メモリアなくってあ、うん、そっかそっかそう毎回戦ってるんだけど、うんうんうん、なんか今までのカズハとちょっと違うこの見えますこの表情見えますえうん、うん、分かる分かる見えてますなんか結構今まではあのシュッとしてたりとかスッてしてる表情が多かったんですけど、うん、今回は結構もう必死な表情でなかなかない表情で戦っていて、うん、まああとはねもうラスバレ放送局恒例でございます見えちゃうあ、もうカメラさん分かってる分かってる分かってるはい、もうね、最高ここでございますここ、もうここ皆さん見てくださいすごいいい、ちょっといいのこんなアップしてあ、ちょっとあ、ちょっとあ、見ないで見ないででもね、JK いないからね、今回ね、私たちの中にねそうですね、そうねみんなおっさんしかいないから大丈夫そうそう、大丈夫大丈夫そう、このね、絶妙のこのさ、足がさ見える見えないのさ、いいところをついてさ何色なのかがわかんないんですけどいい感じのね、このエリちゃんも前回それさ、お尻ここ、そう、判定お願いしますそれはお尻じゃない？これはお尻でいきましょう。これはお尻でいきましょうね。はい。なんで、まあ、もちろんね、表情にも全体的に。もちろん、それ見てほしい、見てほしいんですけど、まあ、やっぱりね、目いっちゃいますよね、ということで。いっちゃうわ。はい。そして、それぞれの受け取り方、ね、個人的に、うん、もうあかわいいお尻。かわいいね。かわいいお尻。そして、お次ははい。ランちゃん。ランちゃんの、トリガーハッピーです。はーい。はい。ランちゃんは、
私が注目したところは、うん、ランちゃんの靴下って膝の上うさぎ柄なんですよ。あ、うん、確かに舞台の時もさ、うさぎちゃんだったよね。あ、そう、ありがとう、うん、ここにある、見えるよ、うん、これだ、これが舞台の時とか、うん、あのエレンスゲの制服の時はうさぎ柄なんですけど、うんうんうん、そうだよ ね、 ね、 そうだったね。このセーラー服に合わせてちょっとマリンルック、そう、かわいい、かわいい、めちゃめちゃかわいいなって思うのと、うんうん、あとエレンスゲオーダーの時は、うん、袖から手が見えていたんですけど、うんうん、今回はまたダンちゃんの袖が、ちゃった、はい、かわいいんだから、かわいいね、めちゃくちゃかわいくて、私このメモリア昨日、うんうん、出たの、あ、よかった、そう、うん、うん、みんな自慢してんのね、そう、地引きした、さすが、地引きしましたよ、地引き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 してよ、うん、え、なんかショートブーツなんだこれ、うん、ショートブーツなの、あ、ほんとだ、ショートブーツなんだね、今気づいた、え、かわいい、珍しい、ショートブーツ、 ね、ローファーとかじゃないんだね、ね、いい太もも、ヨン様がね、ショートブーツ履いてたけど、あんまりなんか我々ショートブーツ履いてる人いなかったから、確かにそうなのよ、うん、うん、へぇ、かわいいね、かわいい、かわいいねしか言えないもん、ほんとに、わかる、もう、ほんとかわいい、わかる、わかる、てでん、じゃーん、れんかです、たった一歩の全身、うん、あらー、はい、こんな感じになってます、いやさ、なんと言ってもこのはにかみれんかちゃんですよ、うん、このお顔かわいくない、顔がいいんだよね、顔がかわいい、顔がいいの、うちの飯島、うんうん、この飯島さん本当に顔がよろしいですよね、うちの飯島顔がよくって、あと、うん、この風になびく感じね、うんうんうん、ちょっと今までれんかちょっと太もも担当みたいなとこあったんだけど、今回は勝手に私の中でね、引きすぎました、勝手に私の中で、そう、太もも担当かなみたいなところあったんですけど、うん、今回はもうピュア、うん、ピュアリーな感じで、うん、なんかさ、レンカとかってインスタとかやってそうじゃん、やってそう、レンカのインスタに載ってそうじゃない、載ってそう、カズハが、ハッシュタグカズハが撮ってくれたみたいな、やってそう、そう、これ風になびいてるおちり、おちり、おちり、そう、かわいい、なんかもう下からこう舐めたくなるような感じ、うん、超いいね、でれれれれれれれ、そしてお次は私のターン、でれん、こちら、です。20日のようちゃんになっておりまして、なんとですね、水に浸かってるよ。皆さん、ちょっと表情、まず表情からいきましょう。表情見てください。うん、表情からね。はい。ようちゃんが笑顔になるって、うん、笑顔の表情ってそんなにね、今まで見ることね、少なかったんだけど、うんうん、今回、この笑顔、ハッピー、かわいいですね。かわいいです。キュンです。キュンです。キュンですね。キュンですね。もう、この笑顔がね、キュンです。キュンです。はい。そして、なんとなんと、なんと言っても、一番注目するところが、あ、水に当たってさ、透けてない？これ、つけて、これ、上がったらどうすんの？これって、大丈夫これ。大丈夫、海から上がった瞬間、あれじゃない、チカル様とかがさ、ちょっとあ、もうそこでバッサー言ってさ、タオル、バッツってタオル持ってきてくれるんじゃない、持ってきてくれるよ、うん、でこれさ、私まだゲットできてなくって、ストーリー全部読めてないんだけど、うん、手に持ってるのってさ、うん、これランの帽子なの、あ、ランのや、じゃあもしかして、もしかしてランちゃんが帽子を落ちちゃったとこなの、どこまで透けてんの、透けてるポイント、どこまで、私もこのメモリア持ってないから読めない、そう、読めてないから、もしかしてと思って、ちょっとぜひこれもね、皆さん、あの真偽をストーリーでね、読んでみて、好き、ください、お次はセリザワチカルです、セリザワチカルです、セリザワチカルです、はい、見てください、これチカル様のとこにおやつをあげています、あ、そう、おやつをあげています、うん、優しい、鳥がいっぱい、これメモリアのタイトルは、ね、あ、すいません、うん、あ、こちらですね、チカル様風に言って、チカル様風、白花咲く港ですね、こちらから見せてもちょっと恥ずかしいよ、いいよいいよ、花、この白い花がさ、なんかこのカモメなのかなと思ってさ、うん、あ、確かに、うん、そうそう、それでこのタイトルなのかなと思って、これはね、ストーリーすごい良かった、うん、すごい良かったよ、本当に、持ってるのね、いいな、もう本当に可愛い、本当素敵な笑顔、マジで、ね、こう母性に溢れてる感じがさ、全力で出てるよね、わかる、あと、いい太もも、あ、また太もも、太ももが大事な太ももですよ、その風になびく、その見える見えない、どっちみたいな、ちょっと、あ、ここ好き好きみたい、キュンです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 、はい、正解
感じでね、チカル様も素敵なものになっておりますよ。はい、そして最後はこちら、はい、じゃあ、はい、星が見えない君へでございます。こんなほんとマジでキスする5秒前じゃん。いや、私だってエリちゃんに送ったもんね。 MK5 って送ったもんね。そう、あのこれあのまずそもそもタイトル、うん、星が見えない君へってストーリー読んでいただいた方は分かると思うんですけど、うん、もうこのタイトル考えた人天才って思ったもん。いや、うん、ありがとうございます。もう本当に素晴らしいし、うん、なんかねもう言葉無粋なんじゃないかなって思ってくるような、うんうん、この二人の雰囲気。もうさ、うん、なんかカズハとレンカのツーショットって、まあ、カズハの方がさ、まあ、お姉さん、あ、違う、レンカの方がお姉さんじゃん、うん、なんだけど、うんうんうん、カズハとレンカのツーショットの時ってカズハがレンカを支えてることがさなんか多くて、多いね、確かに。今回もさなんかさその手をさこう触れてる、ちょっと、うん、なんか攻めって言ったらあれ違うけど、うん、なんか こっちのさこう支えてる感じ、うん、添えてる感じ、うん、いい。マジで、うん、本当にこうなんかいい、マジでいい。1年生と2年生っていう関係性ももちろんいいし、うんうん、なんかそのいろいろその日の出町の出来事でつながってる2人とか、いろんななんかこう要素が絡み合ってこの2人がここにいることがもう尊い。そう、尊いね。ちょっとレンカがさ驚いてるんだよ ね。実は表情アップするとみたいなさ、あ、危ない危ない、ちょっとお口があっさりみたいな、みたいな、うん、本当にこれもまたいいのよ。いいね、これいいよ。これはもうね、皆さんあのイベントをちゃんとクリア、はい、あの、うん、EX2 までクリアするともらえますし、運営さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。イベントのストーリー読んでいただければ、はい、この前後の流れももちろん分かりますので、こちらはもう皆さんぜひぜひプレイして確認してみてください、はい、はい、